はいえー、皆さんこんこにちはあのー、今日もね、えー、ちょっとこうね庭先のところでお話をさせてますけどどっちがいいのかねその光の加減でさこうやってみないとこ,こうなるとか後ろが見えなくなるしねあんまりで外でやると、ね、きちっと映るんだけど、まあ、逆光だからな、うん、こういうふうになっちゃうのかねまあうん,なんとかまあ雰囲気分かれ嫌だということで、えー、今日もね、えー、自宅の な庭先をバックに <laughs> お話をさせていただきますけどもあのまた質問でね、えー、ありましたけどなんかあ、ね、あの判断と実行、ねえー、の話をした時に、えー、ですねその取引先相手方の、まあ、結論がねとかが遅くてイライラすることってありますよねと。でそれは倉石さんはどう解決しますかっていうことなんだけども。 あのビジネスの話で差し上げるとね例えばその何とのうん中間管理職っていうそのなんかバカなやついるんじゃんそのあバカなやつ中間管理職がバカなんじゃなくてバカな中間管理職っているじゃんさ、ね、こういうやつってさほーんと時間無駄にするよなあの要するにさあの まあちょっとかわいいお姉さんがさ営業に来るとダラダラとさあの余計な話してねで発注もしないのにさその、うん、話し相手させてねでなんかヘラヘラしてさ結局仕事にならないみたいな多いんだよ、ね、そういうやつって。であのもうね無能な人ってさそういうことするのよ。うん、で僕なんかはあの逆に言うと まあ逆の立場だよ。僕なんか、まあ一応ね、経営者でさ、まあいろんなことやってるよね。で、いろんなやつが来るんだよ。もう本当にめんどくさいやつ。うん、あの、営業だとほら、うん、ね、社長にはアポイント取りました。社長が、ねえ、えー、時間調整しろって言ってるんで、えー、お電話かけましたみたいな。知らねえよ、こいつみたいな。で、ね、あの、全部うちの場合は、あのー、まあ企画家のねえ、メンバーがそれを、 えちゃんとね趣旨を聞いてでえ確かにそうな人は確かにお会いするけどそ,のそうじゃない人はあね営業で来る人お答りするんだよだから来たところであのなんと興味のないことについてはあの会ったところでしょうがないじゃんさって思うわけ。でだからあのねえ僕が例えば。 そうだね。営業を伝って別に企業営業してないからさ、個人の人だよな。だから個人の人がお会いしたら簡単なことだよね。個人の人が買うか買わないかなんだけだよね。だから判断が早いじゃん。早いっていうか。だって、判断するね、人なんだ <laughs> で、会社ってのはそうじゃない。階層がいろいろあってさ、下っ端な人と話したってしょうがないじゃんさ。うん。だから、やっぱり、そのね、トップに近い人、あと決断できる人としか会わない。うん。だから例えば、 うんさああのー、まあ名前はいいか別にねリクルートはねすごい仲良くしてる会社でさで僕はもう若い時からずっとほらあのー、リクルートで講演したりね、えー、まあリクルートが企画するうトップセミナーっていうので、えー、全国で講演させてもらったりしてて非常に近しい関係でで今もねあのリクルートのエスさんがあ建造したさその 日本造船史上最大のよと思ってるよね。ということで、えー、まあリクルートはなんかさもう社員の人もいろんな付き合いがあってねあれなんだけどあのーまあ全商の会社で僕ねサラリーマンやってる時にそのいろんな営業が来るじゃん。でそしたらまあ僕はねどうしてるかっていうとその場で電話させる。うん要するにあの例えばうんとそうだねリクルートのまあ例えば。 新卒者の募集のね広告とか行ってでこれもこうだよねああだよねっつってであのー、基本的にさその広告を作るその何と言うのライターってはのがいるんだよなでそのライターがさもうピンキリなんだよでもさどうしようもないですわもうしょうがないから俺が書くみたいな話になっちゃうわけでそんな関係でで結局なんか自分で書いたものをさただ載せるだけだったらそれ違うよねっつって で、まずは最初はちゃんとした人。で、で過去の,あのライターの人、じゃあこの,この人にちょっと書かしてとか言う,言うんだけど、あのー、それについてさ、ね、えー、いや、会社に持ち帰って、んだ持ち帰るんじゃなくて、今から電話しろと言って、電話させるんだよ、その場で。で、あのー、そう、大丈夫でしたとかさ、いや、ダメでした。あ、ダメだ、もうい,いや、みたいな話だよね。っていうのは、あのー、逆な立場からいくと、要するに、自分が権限が持てるような、 形ででくってことですよ例えば当然だけど予算とかいうのがあるよね。その営業の人は要するに予算持ってかないと。例えばうん、ね、値引きの交渉があったらいくらまではねじゃあいいけどそれ以上になったらちょっと相談しろとか当然社内でルール決まってるわけだからその場で出ますんですよ。うん、でそうするとお、ね、決断も早いでしょ逆に僕なんかも、ね、経営者だか,だからそんなことしょっちゅうやってるわけだよね。 でだから今はさもう携帯電話あるわけじゃん。だからそれでもうその場で結論出せばいいことなんですよ。だから会った人だよ。最初のファーストアプローチの人がダメなやつと会っちゃダメ。うん。だ権限持ってるかどうかってことは大事なんだよ。でそのね権限持ってないのにいるやつがいるんだよそこにな。要するに結論出さない人。でその結論出さない人って何かっていうとまあそういつらなんだけどさもううーん。 なんとかな冒険しない人だよね。うん、いるじゃん。まあ、皆さんの頭の中にいると思うよ。ね、なんかさ、うん、社内では偉そうなこと言ってんけど、仕事できないやつ。うん、そうするとこいつはさ、そのなんかえっとミスを犯したらね、確実にさ、降格しちゃうやつっているんだよ。うん、でそういうやつといくら交渉してもこの人は絶対オッケー出ないですよ。 だだってミスかしかったくないんだもんも特に公務員多いよそういうの。うんあのうんね何もしない方がいいんだもん公務員なんてさ。あのこれ言うとねその全国の公務員の人怒らるかもしれないけど女川っていうさその、ね、被災地の,あの町役場にね僕あの視察に行ったことあるんですよ。でそこの課長さんに話聞いた時にこの人がやっぱね素晴らしいこと言ってたよ。ね、あの いや、我々公務員はさ、実は何もしない方がいいんですよ、と。ね、この被災がなかったら気がつきませんでした、つって。で、今何してるかって言ったら、自分たちが当事者なんだと。ね、だから、ね、自分たちが判断して、どんどんやっていかないと町は起こせないな、つって。で、今はきれいな町づくりできたでしょでいうようなことを言っていて、で、さあ、まあ、うーん。 そういっちゃなんだけど、ね、三浦市の中でもさ、ね、市役所の人いろんな人知ってんけどやっぱりさ責任感責任感って何かっていうと結論は自分がその、ね、動いたんだったら自分が責任を取るんだっていうような意識持ってる人が、ね、あの少ないんですよ。で最近はいろんな形で僕も一緒に動いてるからねいやそうじゃないんですよという話をしながら。 やっぱり死としてやるべきことについてあのこれはした方がいいですよねっていうことも言ってで結局は、ね、判断してもらうんだけども要するにさいやそうじゃない人はもうさあ何もうなんかさこう、うんね、イベントごととかあんじゃんともうさ、ね、そのバカなやつがいるんだよそのバカなやつっては何かっていうと、ね、その実力もないのにあるふりしてさ あの死のお金を負けない奴やつがいの世の中には、ね、神奈川県もそうだよいるんですよでそういうやつに騙されるのだけど騙されても結局何があれかっていうとお互いに成功したことにするんだよ失敗してんのに、ね、でもさお互いの立場を考えると成功した形の方が、ね、いいわけじゃんそするとこの業者はさ、ね、例えば仮に三浦市でやった事業でこんなことやりました あれは人集めるよねお金出してんだからさ集めてね写真撮ったりなんかして成功しましただけどそれ街のためになったんですかってことなんだよ。でそれ結局ないだろうであのねこの間もそうだけどさまあ言っていいのかねあのなんかこうねこの三浦半島の地区にさどんどんこう起業家を作るなんていうことででさそのいう話があってねじゃあうちも入札するって言って。 えー、応募したたんんだだけど落ちちゃったんだよでじゃあお手伝が拝見だなと思ったらなんてことねえことやってさかもなく不可もないでいうようなことをやってねで結局そのお金持ってさで結局成功したことしちゃうんだろうなだってだそういまだ成功なんかしてねえもん現場にいれば分かりますよ。だけどそういう検証しない人、うん、だからそういう人はもうね要するに、えー、逆にさその。 判断ができなくて、で、人に、ね、任せて、で、失敗すると人のせい。うんで、えー、逃げちゃう人そういう人たちと相手にしても、お互いハッピーにならないよ。うん。事業って生きてるから。うん。だからやっぱり生き物だから、やっぱりね、あのー、そのさ、あのー、正直言って、結果が全てなんですよ。で、その結果が全てなんだけど、その結果を求めない人って世の中にいるわけ。 でそういうやつと相手にして話したってしょうがないんだって、うん、いうふうに思ってください。で、うん、僕はあのそうだね企業のあそうだな随分やってるなそういえば、うんあのえー、サラリーマン時代でもさその、ね、不動産投資する経営者の人とかあるじゃん社長と自らですよ全部。うん、あのー、そん下っ端やのや話したらしょうがないから社長はしてって言ってで,でアポイント通って会える人しか相手にしない。 だから、会えなんかあったら相手にしないもん。うん。だってめんどくさいもん。なんか、あ、あ,あった。あ、これはもういいや。あ <laughs> 言った。あのね、まあ、さあ、この、ある建設会社のさ、あの、総務部のやつがね、あの、なんか、えっと、社長の自宅建てたいって言うんだよ。で、土地探してくれって言うだけ。で、それもね、無理なこと言うんだよ。で、いろんな業者にね、投げてんだけど、他の会社ね、結局、 当たり前だけどさこっちもねあのー、条件に合うようなのを探してたんだけどないとこのエリアを探せ探せって言うんだよな。で結局まあ3か月経ったらさ怒っちゃってんだよ。ね、でどうなってんですかいやだから、ね、あの今現在ないし他の会社に聞いてもらってもないからねって言ってそうしたらさいきなりそのね「あのー、お前のところの会社はどうだこうだ」と始まるわけよ。もういいっつったらもう来なくていいよったら別に。 ねえだって我々の仕事ってさ、あのー、当時ね住宅販売の会社だけどで制約してなんぼの話じゃんだから契約しなかったら手数料にならないじゃんでない物件いくら探せったってないものはないんだよっていうことを言ってもこのバカわからないで結局その社長からもさ「お前どうなってんだ」って言われるじゃんで中間管理職だよなであのそれで、えー「ないんです」って言えば怒られるからこっち怒るわけよだからそんなバカ相手にしてらんないからもう来なくていいって言っん。たのうん。 1>, 1年でその会社潰れちゃったよ、うん。びっくりだよね。ああ、のー、話聞いたらね、社長、ゴルフ場に行って自分の会社潰れたの分かったっす <laughs> で、こいつが報告してないんだよ、多分ね。だから、財務がもうめちゃめちゃ悪いのに、なんか知らないけど、ね、あのー、社長の自宅探してさ、で、結局、不当たり2回出して、倒産ですよ。うん。だから、そういうやつがいいんだよ、なんかにな。 うん、だから、そういうのと相手にしてても仕方ないんですよいや。例えばそれで、その社長と話してね、条件変えたり、じゃ会社の話があったりしたら、助けられたんだ、いくらでも。うん、だけど、結局、パーだよな。うん、で、結局、その本社ビル、売ることになってさ、うちのお客さんつけて <laughs>、人のもんなっちゃったよ。まあ、いろんなやついるよね。だから、うん、そのさ、 日本の文化がさちょっと変わりつつあってねうん昔番頭さんっていたんだよ、うん、まあ俺もね税商の会社もう番頭の立場でさいろんなことやらせてもらったけど番頭って責任が重いんですよ、うん、っていうのを、あのー、考えて動いてるかどうかななで社長だってそうじゃん,なんか今ね、うんうん、いろんな会社でかい会社になるとさ甘くたりのやつがね偉そうにずらして あのね、社長やってるけど、ね、結局実力ねえじゃんおめえなんてやつはいっぱいいるわけじゃんでもさ従わざるを得ないんだよなだからそんな社会に今なっちゃってるよねでだからまあ、うん、どうなんだろうねあこのままでいいのかねって思うよ要するに無責任な人が多すぎんだよなでだからこの方の質問についてはそ,その無責任なやつと付き合わないことですよ 責任ある人と会うことであのー、ね判断が遅いのは何かっていうとその人判断できないからだからだから判断できる人と仕事をするこれが一番で僕はガキの頃から、まあ、ねあのー、さあ、まああのー、会社の法人だとか言うとねちょっとすいません社長に会わせてくださいよって言うわけじゃん。でそこで、えー、会えればその話進むし会えなかったらねそのしょうがないし例えば 社長さんの友達社長さん多いからだから僕不動産の住宅の営業でも3年目からは一般のお客さんじゃないもん全部経営者の人とかね紹介の人あと買ってくれた人のご紹介なのでいちいちそのね電話の反響なんか取ったりしなくてもあの十分売り上げが上がってたよねでいう面でいくとやっぱねあの結,結論を出せる人と付き合うこと。 うん、だから営業をかける時でもその人はどういう立場なのかってよく聞いてみてで場合によっては「今ちょっと聞いてもらえませんか?」って言った方がいいですよ。その場でできるんだから。ね、でそれが強引だとかそんなんだったら逆に言うともうその会社付き合わない方がいいですよ。うん、と思うね。だってそうじゃんこっちがだよその会社のために思っていろんな提案してるのに要するに。 相手方が興味ないんだったらそんなところいくらやってても営業成績にならないからとっとと違うところ行った方がいいですよ、うん。と思うね、えー。そんなことでいちいちイライラしない。<laughs> だって仕事なんだから <laughs>。っていうことじゃないかなと思いますね。と、えー、いうことで、えー、今日はいい天気だね。もう背中ポカポカしすぎちゃって、ね、暖房かけてないんだよ今日。 あのー、外断熱の家なんだよ。だから一回温まっちゃうと部屋の中がずっと暖かいじゃん荷も変わるかって。背中からさ、ねその太陽にあぶられちゃうと。<laughs> あったかいよね。これ、夕方まで今日やるか。<laughs> なんかじいさんのひなさぼっこのさ、なんか話に付き合わされてる相手方もどうかと思うけど、まあ少しは役に立ったんじゃないかと思うんで、まあぜひね、えー、今後も何かあったらね、質問してください。朝、ね。 えー、仕事の前にお答えしますからと、えー、いうことでそれではまたこの動画はいかがでしたでしょうか今後もですね継続してこのようなですね皆さんに役立つ情報をアップさせていただきたいと思っていますぜひですねチャンネル登録をしていただくと新しい情報がですね、えー、見られるようになっておりますしまたいいねボタンをですね押していただいてコメントの方もですね入れていただくと制作の参考にさせていただきたいと思いますどうぞ次回のですね 配信をお楽しみにしてください。